こんにちは。今日の講義は書籍新装版成功への情熱です。この本は日本を代表する経営者の一人である稲盛和夫氏が表したビジネスと人生の成功哲学を説いた名著です。稲盛氏は京セラの創業者として知られ、また第二電電現 KDDI の設立にも携わった実業家です。彼の経営哲学や人生観が凝縮されたこの本は多くのビジネスパーソンや起業家に影響を与えてきました。まずこの本のタイトルにある情熱という言葉に注目してみましょう。稲盛氏は成功への道のりには必ず情熱が必要だと説いています。ただしここで言う情熱とは単なる熱意や興奮ではありません。稲盛氏の考える情熱とは、困難に直面しても諦めずに前進し続ける力、そして自分の信念を貫く強さを指します。本書は大きく2つのパートに分かれています。第1部では人生で成功するにはというテーマで個人の生き方や考え方について述べられています。第2部ではビジネスで成功するにはというテーマで企業経営や仕事における成功の秘訣が語られています。第1部では稲盛氏は人生の結果を決定づける3つの要素について語っています。それは考え方、熱意、能力です。稲盛氏はこれを数式で表現し、人生の結果、考え方、熱意、能力としています。この中で最も重要なのが考え方だと稲盛氏は強調します。なぜなら考え方次第で熱意も能力も大きく変わってくるからです。例えばある課題に直面した時、これは難しすぎる、自分にはできないと考えればそこで諦めてしまいます。しかしこれは自分を成長させるチャンスだと前向きに捉えれば、その課題に全力で取り組むことができます。そしてその過程で新しい能力も身につけることができるのです。稲盛氏は成功への道のりは決して平坦ではないと言います。むしろ困難や挫折の連続です。しかしそれらを乗り越えることで人は成長し成功に近づいていくのです。ここで重要なのが決して諦めないという姿勢です。稲盛氏は自身の経験から諦めずに努力を続けることの重要性を強調しています。次に第2部のビジネスにおける成功について見ていきましょう。稲盛氏はビジネスの成功には7つの要素が必要だと説いています。それらは頭文字を取ってパッションと表現されています。まず P はプロフィット、利益を表します。稲盛氏は企業の目的は利益を上げることだと明確に述べています。しかしここで注意すべきは、利益を追求することと社会に貢献することは決して相反するものではないということです。むしろ社会に真に必要とされる製品やサービスを提供することで結果として大きな利益を得ることができるのです。 A はアンビション、願望です。大きな目標を持つことの重要性を説いています。ただしここで言う願望は単なる夢物語ではありません。実現可能性を見極めつつ高い目標を設定し、それに向かって全力で取り組むことが重要だと稲盛氏は強調します。 S はシンセリティ、誠実さを表します。ビジネスにおいて顧客や取引先、従業員との信頼関係は非常に重要です。その信頼関係を築くための基礎となるのが誠実さです。嘘をつかず約束を守り、常に相手の立場に立って考える、そういった姿勢が長期的な成功につながるのです。 S はまたストレングス、真の強さも表しています。ここで言う強さとは単に力強いということではありません。困難に直面しても諦めない精神力、そして自分の信念を貫く勇気を指します。ビジネスの世界では様々な困難や誘惑に直面します。そういった状況下で自分の信念を曲げずに正しい判断を下せる強さが必要なのです。I はイノベーション、創意工夫です。ビジネスの世界は常に変化しています。その変化に対応し、さらには先んじていくためには常に新しいアイデアを生み出し実行していく必要があります。稲盛氏はイノベーションは特別な天才だけのものではないと言います。日々の仕事の中で少しでも良くしようという姿勢を持ち続けることがやがて大きなイノベーションにつながるのです。 O はオプティミズム、積極思考を表します。ビジネスにおいては様々な困難や挫折に直面します。
そういった状況下で悲観的になってしまっては何も始まりません。どんな状況でもそこから学びを得て次につなげていく前向きな姿勢が重要だと稲森氏は説いています。最後の N はネバーギブアップ、決して諦めないです。これは個人の成功においても強調されていた点ですが、ビジネスにおいても同様に重要です。一度や二度の失敗で諦めてしまっては大きな成功はつかめません。失敗を恐れず何度でもチャレンジし続ける姿勢が最終的な成功につながるのです。これらの要素は単独で存在するものではありません。相互に関連し影響し合っています。例えば強い願望アンビションがあれば、困難に直面しても諦めずにネバーギブアップ、新しいアイデアイノベーションを生み出そうとするでしょう。そしてそのプロセスを誠実シンセリティに進めることで周囲の信頼を得て最終的に利益プロフィットにつながるのです。稲森氏の哲学の特徴の一つはビジネスと人生を切り離して考えていないことです。ビジネスでの成功と人生での成功は根本的には同じ原理に基づいているというのが彼の考えです。つまり誠実さや努力前向きな姿勢といった価値観はビジネスの世界だけでなく私生活においても同様に重要だということです。この考え方は現代社会において特に重要な意味を持ちます。ワークライフバランスという言葉がよく使われますが、稲森氏の哲学に従えば仕事と私生活は対立するものではありません。むしろ同じ価値観や姿勢で両方に取り組むことで相乗効果が生まれるのです。例えば仕事で培った問題解決能力は私生活での課題解決にも活かせるでしょう。逆に家族との時間で得た洞察や気づきがビジネスのアイデアにつながることもあります。このように仕事と私生活を統合的に捉えることでより充実した人生を送ることができるのです。稲森氏の哲学のもう一つの特徴は物質的な成功だけでなく精神的な豊かさも重視していることです。彼は真の成功とは単に金銭的な富を得ることではなく自分の人生に満足し周囲の人々からも尊敬される存在になることだと説いています。これは現代社会において非常に重要なメッセージです。物質的な豊かさを追求するあまり精神的な充実を忘れてしまう人が多いからです。稲森氏は物質的な成功と精神的な充実のバランスを取ることの重要性を強調しています。例えばビジネスで成功を収めてもそれが不正な手段によるものであれば真の満足は得られません。逆に正々堂々と努力を重ね周囲の人々にも良い影響を与えながら成功を収めれば金銭的な報酬以上の満足感を得ることができるのです。稲森氏の哲学は単なる成功哲学ではありません。それは人としてどう生きるべきかというより深い問いかけを含んでいます。彼はビジネスの成功と人格の成長は切り離せないものだと考えています。つまりビジネスで成功するためには人間としても成長し続ける必要があるのです。この考え方は現代のビジネス教育にも大きな示唆を与えています。多くのビジネススクールでは財務や戦略といった技術的なスキルに焦点を当てています。しかし稲森氏の哲学に従えばそれらと同等かそれ以上に重要なのは倫理観や人間性の育成です。実際近年のビジネス界では企業の社会的責任 CSR や持続可能性サステナビリティといった概念が重視されるようになっています。これは稲森氏が長年主張してきた利他の精神と通じるものがあります。つまり自社の利益だけでなく社会全体の利益を考えて行動することが長期的には自社の成功にもつながるという考え方です。稲森氏の哲学は個人のキャリア開発にも大きな示唆を与えています。彼はキャリアの成功は単に昇進や高給を得ることではなく自分の仕事を通じて社会に貢献し自己実現を果たすことだと説いています。これは近年注目されているキャリアワンカーという概念とも通じるものがあります。キャリアワンカーとは個人のキャリア選択の核となる価値観や動機づけのことを指します。稲森氏の哲学に従えば自分のキャリアアンカーを明確に理解しそれに基づいてキャリアを選択することが重要になります。そうすることで
単なる金銭的な成功だけでなく、真の満足感を得ることができるのです。稲盛氏の哲学は、リーダーシップのあり方にも大きな影響を与えています。彼は、真のリーダーは部下を強制的に動かすのではなく、自らの行動で模範を示し、部下の自発的な行動を促すべきだと説いています。これは、近年注目されているサーバントリーダーシップという概念とも通じるものがあります。サーバントリーダーシップとは、リーダーが部下に奉仕するという考え方です。つまり、リーダーの役割は部下の成長や成功を支援することにあるという考え方です。稲盛氏の哲学では、このような利他的なリーダーシップが、結果的に組織全体の成功につながると説いています。稲盛氏の哲学は、ビジネスの世界だけでなく、教育や政治、さらには個人の生き方にまで幅広い影響を与えています。彼の説く、利他の精神や、人間として正しく生きるという考え方は、現代社会が直面している多くの問題に対する解決策を示唆しているとも言えるでしょう。例えば、環境問題や社会的格差の拡大といった課題に対して、稲盛氏の哲学は、自分だけでなく社会全体の利益を考えて行動することの重要性を説いています。これは持続可能な社会を実現するための重要な指針となりうるものです。また、多くの仕事が自動化される可能性が指摘されている現在、稲盛氏の説く人間としての成長の重要性はますます高まっていると言えるでしょう。機械にはできない人間ならではの創造性や倫理的判断力を磨くことが、これからの時代を生き抜くために不可欠だと考えられるからです。稲盛氏の哲学は、個人の幸福追求の方法についても示唆を与えています。彼は、真の幸福は物質的な豊かさだけでなく、精神的な充実から得られると説いています。これは現代社会において特に重要なメッセージです。物質的な豊かさを追求するあまり、精神的な充実を忘れがちな現代人にとって、稲盛氏の哲学は新たな視点を提供しています。稲盛氏は、日々の生活の中で感謝の心を持つことの重要性も強調しています。周囲の人々や自然、社会に対して感謝の気持ちを持つことで、人は精神的に豊かになり、より充実した人生を送ることができるというのです。この考え方は、ストレスや不安が蔓延する現代社会において、心の安定を得るための有効な方法の一つと言えるでしょう。また、稲盛氏の哲学は、個人の成功だけでなく、組織や社会全体の発展にも適用できます。彼が提唱する全員参加経営の考え方は、従業員一人一人が経営者的な意識を持って働くことの重要性を説いています。これは、組織の生産性向上だけでなく、従業員の仕事に対する満足度や帰属意識の向上にもつながる可能性があります。さらに、稲盛氏の哲学は、グローバル化が進む現代のビジネス環境においても重要な示唆を与えています。彼の説く誠実さや利他の精神は、文化や価値観の異なる人々との間でも通用する普遍的な価値観だと言えるでしょう。これらの価値観を基盤としたビジネス展開は、国際的な信頼関係の構築に寄与し、持続可能なグローバルビジネスの実現につながる可能性があります。稲盛氏の真相版成功への情熱は、ビジネスの成功法則を超えて、人生をどう生きるべきかという根本的な問いに対する一つの答えを提示しています。それは、常に高い志を持ち、努力を惜しまず、他者や社会のために尽くすという生き方です。この本は、読者に自身の人生や仕事を見つめ直す機会を与え、より充実した人生を送るための指針を示してくれるのです。稲盛氏の哲学は、時代を超えて多くの人々に影響を与え続けています。それは、彼の教えが単なる成功術ではなく、人間としての在り方の本質を捉えているからでしょう。この本を通じて、読者一人一人が自分なりの成功への情熱を見出し、より豊かな人生を築いていくことができるはずです。真相版成功への情熱は、ビジネスパーソンだけでなく、あらゆる年齢層の人々にとって価値ある学びを提供してくれる一冊です。この本との出会いが、読者の人生に新たな視点と勇気をもたらし、真の成功への道を照らす光となることでしょう。さて、ここまで稲盛和夫氏の真相版成功への情熱について、
その革新的な内容や著者の経営哲学、そして本書が読者に与える影響についてお話ししました。ここからは、この本の持つ深い意味と、現代社会における重要性についてさらに掘り下げていきましょう。稲盛氏の哲学の根底にあるのは、利他の心という概念です。これは単に他人のために尽くすということではありません。自分の利益と他者の利益、そして社会全体の利益を調和させるという、より高度な考え方です。この考え方は、東洋哲学、特に仏教の教えと西洋の経営理論を融合させたものと言えるでしょう。例えば、古代中国の思想家である孔子は、己の欲せざるところを人に施すなかれ、という言葉を残しています。これは自分が望まないことを他人に押し付けてはいけないという意味ですが、裏を返せば、自分が望むことを他人にも与えるべきだという教えでもあります。稲盛氏の利他の心は、この考えをビジネスの世界に適用したものと解釈できます。また、西洋の経営学では、ステークホルダー理論という考え方があります。これは企業が株主だけでなく、従業員、顧客、取引先、地域社会など、企業に関わる全ての利害関係者の利益を考慮すべきだという理論です。稲盛氏の利他の心は、このステークホルダー理論をさらに一歩進め、企業活動を通じて社会全体の利益を追求するという考え方につながっています。この利他の心を実践することで、稲盛氏は驚くべき成果を上げました。京セラを世界的企業に成長させただけでなく、KDDI、旧第二電電の設立にも携わり、日本の通信業界に革命を起こしました。これらの成功は、単に利益を追求しただけでは得られなかったものです。常に社会のニーズを見据え、新しい価値を創造し続けた結果なのです。ここで注目すべきは、稲盛氏の成功が単なる偶然や運の産物ではないということです。彼の成功は、明確な哲学と揺るぎない信念に基づいた行動の結果なのです。この点は、現代のビジネスパーソンや起業家にとって非常に重要な示唆を含んでいます。現代社会では、短期的な利益や目先の成果を追い求める傾向が強くなっています。四半期ごとの決算発表に一喜一憂する株式市場や、即座の成果を求める投資家の圧力など、企業経営者は常に短期的な成果を出すことを要求されています。しかし、稲盛氏の哲学は、そのような短期的な視点ではなく、長期的かつ持続可能な成功を追求することの重要性を教えてくれます。例えば、環境問題への取り組みを考えてみましょう。短期的に見れば、環境対策は企業にとってコストの増加要因にしかならないかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、環境に配慮した経営は企業の持続可能性を高め、社会からの信頼を獲得することにつながります。稲盛氏の哲学に従えば、このような長期的な視点こそが真の経営者に求められる資質なのです。また、稲盛氏の哲学は、個人の生き方にも大きな示唆を与えてくれます。現代社会では、SNS の普及により、他人の生活や成功を常に目にする機会が増えています。そのため、自分の人生を他人と比較し、不安や焦りを感じる人が増えています。しかし、稲盛氏の教えは、そのような外的な基準ではなく、自分自身の内なる価値観に基づいて生きることの重要性を説いています。具体的に言えば、稲盛氏は、人生の方程式として、人生、仕事の結果、考え方、熱意、能力という式を提唱しています。ここで重要なのは、考え方が最も大きな影響を与えるという点です。つまり、どんなに能力が高くても、前向きな考え方と強い熱意がなければ、大きな成果は得られないということです。この考え方は、心理学の分野で注目されている、マインドセット理論とも通じるものがあります。スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックが提唱したこの理論によれば、人間の能力は固定的なものではなく、努力によって成長させることができるという、成長マインドセットを持つ人の方が、長期的に大きな成功を収める傾向があるとされています。稲盛氏の考え方重視の哲学は、まさにこの成長マインドセットを体現したものと言えるでしょう。困難に直面しても、それを成長の機会と捉え、諦めずに挑戦し続ける、そのような姿勢こそが、個人の成長と成功につながるのです。さらに、稲盛氏の哲学は、
現代社会が直面している働き方改革の問題にも重要な示唆を与えてくれます。日本では長時間労働や過労死が社会問題となっており、政府も働き方改革を推進していますが、その本質的な解決には至っていません。稲盛氏の考え方に基づけば、真の働き方改革とは単に労働時間を減らすことではありません。仕事を通じて自己実現を果たし、社会に貢献するという意識を持つこと、そしてそのような意識を持った従業員が活躍できる環境を整えることが重要なのです。例えば稲盛氏が提唱する全員経営という考え方があります。これは従業員一人一人が経営者の視点を持って仕事に取り組むという考え方です。この考え方を実践することで従業員のモチベーションが高まり、創造性が発揮され、結果として生産性が向上するのです。この全員経営の考え方は近年注目されているホラクラシーという組織運営の手法とも通じるものがあります。ホラクラシーは従来のピラミッド型の組織構造ではなく、自律的なチームによる柔軟な組織運営を目指す手法です。従業員一人一人に大きな権限と責任を与えることで、組織全体の創造性と効率性を高めることを目指しています。稲盛氏の哲学と現代の経営理論が共通点を持つということは、彼の思想が時代を超えた普遍性を持っていることの証左と言えるでしょう。また稲盛氏の哲学は現代社会が直面している格差問題にも一つの回答を提示しています。彼は企業の利益を従業員や社会と分かち合うことの重要性を説いています。これは単なる慈善活動ではありません。従業員の幸福度を高め、社会全体の購買力を向上させることで、長期的には企業自身の成長にもつながるという考え方です。この考え方はアメリカの経済学者ジョセフ・スティグリッツが提唱する包摂的成長という概念とも通じるものがあります。包摂的成長とは、経済成長の恩恵を社会全体で分かち合い、格差を縮小させながら持続可能な発展を目指すという考え方です。稲盛氏の哲学はこのような現代経済学の最先端の理論とも整合性を持っているのです。さらに稲盛氏の哲学は現代のテクノロジーの進化がもたらす課題にも示唆を与えてくれます。人工知能やロボット技術の発展により、多くの仕事が自動化される可能性が指摘されています。このような状況下で人間はどのように価値を創造し、自己実現を果たしていけばよいのでしょうか。稲盛氏の哲学に基づけば、その答えは創造性と人間性にあると言えるでしょう。機械には代替できない人間ならではの創造性を発揮すること、そして他者への共感や倫理的判断など、人間にしかできない判断を行うこと、これらの能力を磨き発揮することが、これからの時代を生き抜くために重要になってくるのです。例えば芸術の分野を考えてみましょう。確かに人工知能を使って絵画や音楽を創作することは可能です。しかしそこに込められた人間の感情や経験、そして社会や文化への洞察は人間にしか表現できないものです。稲盛氏の説く全人格的な取り組みという考え方は、このような人間ならではの創造性を最大限に引き出すための指針となるでしょう。また倫理的な判断が求められる場面でも人間の役割は重要です。例えば自動運転車が事故を起こしそうになった時、誰を優先して守るべきかという判断は単純な計算では決められません。そこには人間社会の価値観や倫理観が反映されなければなりません。稲盛氏の説く利他の心は、このような倫理的判断の基準として重要な役割を果たすでしょう。さらに稲盛氏の哲学は現代社会が直面している幸福の問題にも一つの回答を提示しています。物質的な豊かさが達成された現代社会では、むしろ精神的な充足感の欠如が問題となっています。多くの人々が仕事や人生の意義を見出せずに悩んでいます。稲盛氏の哲学はこの問題に対して、利他の心と全力投球という2つの答えを示しています。他者や社会のために尽くすことで得られる充足感、そして自分の仕事や人生に全力で取り組むことで得られる達成感、これらが真の幸福につながるというのです。この考え方は心理学者マーティン・セリグマンが提唱するウェルビーイング理論とも通じるものがあります。セリグマンは
真の幸福にはポジティブな感情、没頭、意味、達成、良好な人間関係の5つの要素が必要だと説いています。稲盛氏の哲学はまさにこれらの要素を包括的に含んでいるのです。最後に稲盛氏の哲学が持つ普遍性について触れておきたいと思います。彼の思想は日本の伝統的な価値観と西洋の経営理論を融合させたものですが、それは決して日本企業だけに適用できるものではありません。実際稲盛氏は海外でも多くの講演を行い、その思想は世界中の経営者や起業家に影響を与えています。例えばアメリカのシリコンバレーでは目的駆動型経営、パーパスドリブンマネジメントという考え方が注目されています。これは単なる利益追求ではなく、社会的な目的や使命感に基づいて企業を経営するという考え方です。これは稲盛氏の利他の心に基づく経営と非常に近い概念です。また、ヨーロッパでは社会的企業や B コーポレーションといった社会的価値と経済的価値の両立を目指す新しい企業形態が注目されています。これらも稲盛氏の説く企業の社会的責任の考え方と軌を一にするものです。このように稲盛氏の哲学はグローバル化が進む現代社会において文化や国境を超えた普遍的な価値を持っているのです。それは人間の本質的な欲求や社会の根本的なニーズに基づいているからこそ世界中の人々の心に響くのでしょう。本書は単なるビジネス書を超えた人生の指南書と言えるでしょう。それはビジネスの成功だけでなく、個人の幸福、社会の発展、そして人類の未来までも見据えた壮大な哲学書なのです。この本を読み、その教えを実践することで、私たちは自身の人生をより豊かなものにし、同時に社会にも貢献できるのです。そして、そのような個人が増えていくことで、社会全体がより良い方向に変わっていく可能性を秘めています。稲盛氏の哲学は、現代社会が直面する様々な課題に対して一つの重要な視点を提供しています。それは個人の成長と社会の発展が密接に結びついているという視点です。自己実現を追求しながら同時に社会に貢献する、そのような生き方こそが真の成功と幸福をもたらすのだと稲盛氏は説いています。この考え方は持続可能な社会を実現するための鍵となる可能性があります。環境問題や格差問題など現代社会が直面する多くの課題は個人の努力だけでは解決できません。しかし一人一人が自分の仕事や生活の中で利他の心を実践し社会全体の利益を考えて行動するようになれば大きな変化が生まれる可能性があるのです。真相版成功への情熱はそのような変化の可能性を私たちに示してくれる貴重な書物です。この本を読み、その教えを実践することで、私たち一人一人が自分自身の人生をより豊かなものにし、同時に社会全体の発展に貢献できるのです。そして、そのような個人が増えていくことで、より良い未来を創造していく力となるでしょう。稲盛氏の哲学は、時代を超えて私たちに重要な示唆を与え続けています。それは、人間の本質的な価値や社会の根本的なニーズに基づいているからこそ普遍的な力を持っているのです。この本を通じて読者一人一人が自分なりの成功への情熱を見出しより充実した人生を築いていくことができるはずです。そしてそのような個人の成長がやがては社会全体の発展につながっていくのです。以上、本日の講義では真相版成功への情熱を通じて現代社会における経営哲学の重要性と個人の生き方に関する深遠な洞察について探求してまいりました。この書籍が提示する考え方は単なるビジネス戦略を超えた人生哲学とも呼べるものです。私たちが生きる現代社会は急速な技術革新と価値観の多様化により常に変化し続けています。そのような環境下で確固たる信念を持ち自己実現と社会貢献を両立させることの重要性がますます高まっていると言えるでしょう。本書が説く利他の心という概念は東洋思想と西洋の経営理論を融合させた独自の視点を提供しています。これは古来より日本文化に根付いている和の精神と
現代のステークホルダー理論を巧みに結びつけたものと解釈できます。このような考え方はグローバル化が進む現代社会において文化や国境を超えた普遍的な価値を持つ可能性があります。また本書が強調する全人格的な取り組みという姿勢は近年注目されているワークエンゲージメントという概念とも通じるものがあります。ワークエンゲージメントとは仕事に対する熱意や没頭、活力を指す概念で、従業員の生産性や創造性と密接に関連していることが、さまざまな研究で明らかになっています。本書の教えを実践することで、私たちは単なる職業人としてではなく、一人の人間として成長し、自己実現を果たすことができるでしょう。それは同時に、組織や社会全体の発展にも寄与することになるのです。さらに、本書が提唱する人生、仕事の結果、考え方、熱意、能力という方程式は現代心理学の知見とも整合性があります。例えばポジティブ心理学の分野では楽観的な思考パターンが個人の成功や幸福度と強い相関関係にあることが示されています。本書の考え方重視の姿勢はまさにこの研究結果を先取りしたものと言えるでしょう。また本書の教えは現代社会が直面している働き方改革の問題にも新たな視点を提供しています。単に労働時間を削減するだけでなく仕事を通じた自己実現や社会貢献の重要性を説く本書の姿勢は真の意味での働き方改革を実現する上で重要な示唆を与えてくれます。本書が提唱する全員経営の考え方は近年注目されているティール組織という概念とも共通点があります。ティール組織とは階層構造を最小限に抑え従業員の自主性と創造性を最大限に引き出す組織形態を指します。このような新しい組織のあり方は本書が説く理念を具現化したものと言えるでしょう。本書の教えは環境問題や格差問題など現代社会が直面する様々な課題に対しても重要な示唆を与えてくれます。利他の心に基づいた経営や生き方は短期的な利益追求ではなく持続可能な社会の実現につながる可能性を秘めています。また本書が説く真の幸福の概念は現代社会における幸福学の研究成果とも通じるものがあります。物質的な豊かさだけでなく精神的な充足感や社会とのつながりが真の幸福につながるという考え方は幸福学の最新の知見とも一致しています。本書の教えはテクノロジーの進化がもたらす課題に対しても一つの答えを提示しています。人間にしかできない創造性や倫理的判断の重要性を説く本書の姿勢は人工知能やロボット技術が急速に発展する現代において人間の役割を再定義する上で重要な視点となるでしょう。さらに本書が提唱する経営哲学はソーシャルイノベーションという概念とも密接に関連しています。ソーシャルイノベーションとは社会的課題の解決と経済的価値の創出を両立させる革新的な取り組みを指します。本書の教えを実践することでこのようなイノベーションを生み出す土壌が育まれる可能性があります。本書の意義はビジネスの世界にとどまらず教育や政治さらには個人の生き方にまで及びます。利他の心や人間として正しく生きるという考え方は現代社会が抱える多くの問題に対する解決の糸口を提供してくれるのです。本日の講義を通じて皆さんには真相版成功への情熱が単なるビジネス書ではなく人生の指南書であり社会変革の指針となりうることをご理解いただけたのではないでしょうか。この本の教えを日々の生活や仕事に生かすことで皆さん一人一人がより充実した人生を送り同時に社会に貢献できる存在になれるはずです。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが、充実した人生を送るための基盤となるからです。健康な体があってこそ、日々の活動や学びに集中できますし、自信を持って社会生活を送ることができます。そこで今日は、健康と美容を両立させるための画期的なサービス、ライザップについてお話しします。ライザップは結果にコミットをモットーとする革新的なプライベートジムです。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするというフレーズで話題のパーソナルトレーニングジムで
自信を持ってご案内させていただきます。ライザップの最大の特徴は専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとってこの点は大きな魅力となっています。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し一緒に目標に向かって頑張ってくれるのでモチベーションを保ちやすいのです。またライザップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく健康的に痩せ理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらにリバウンドしにくい体作りにも注力しているので長期的な健康維持にも効果的です。ライザップのトレーニングは1日50分週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また完全個室のプライベートな空間で行われるので人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライザップの自信の表れとして30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライザップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらにライザップは単なるダイエットサービスを超えて総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなくカウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより体重減少だけでなく総合的な健康の向上を目指しています。ライザップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたいなど一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添いそれに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライザップの成功の秘訣はこのような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだりサービスの品質を確認したりしています。このライザップメソッドによって 52kg 減量、 38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライザップは今後さらに包括的な分野で健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており社会に健康への関心が高まる中でそのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライザップの成功は単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライザップとの関係における絆すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライザップは顧客の期待を上回る感動を提供することで強い共感を得ています。このようにライザップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康・美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。